愛するあなたへご挨拶します。私はあなたの母である地球です。あなたがここにいることを私は祝福します。私はあなた方全員を受け入れています。この地球に住むすべてのものに浸透している意識として私の存在を感じてください。この私の意識はあなたの中にもあなたの周りにあるすべてのもの、鉱物、植物、動物の中にもあります。私は生きとし生けるものすべての中に存在しています。物質的な形のあるものはすべて内側からの意識によって活性化され生かされており、私はその意識の中で生き、それを支えています。私は万物を支え、あらゆる鉱物、植物、動物、そして人間の中にある魂の意識を発展させるための普遍かつ根源的な存在なのです。私はそれぞれの意識の形あるものに生命力を授ける母なのです。結局のところすべての粒子や物質の形態は意識によって生き続けています。そして私の本質はその意識でもあるのです。知覚できるものは物質であり、そしてすべての物質形態の本質もその根底にある意識なのです。そしてこの私という意識についてもう一つお伝えしたいことがあります。それは私は女性的な意識であるということです。私は流動的であり限界を知りません。そして私は地球上のすべての生命の根底にある存在であり、今すべてを統合する一つの流れの中にあります。そしてその統合の流れに抵抗するのが一人一人の個性的な魂です。そしてあなたは唯一の個人であり、他のすべての個人との間にあるように、私とあなたの間にはダンスがあり、私というユニークな流れがあります。ですが、そのダンスは個々の魂が私とつながっていることを自覚している場合にのみ機能します。また、それはとても創造的でかつ生産的なものです。それはまるで大きな川のようなものであり、自分がその川の一部であることを知り、その流れを感じ、それを信頼することができれば、あなたはリラックスして川と共に流れることができるのです。ところがあなた方の社会ではほとんどの人が私と相反するような人生の流れにあります。彼らはその流れを信用せず、流れに抵抗し、流れから逃れようとし、川岸にしがみついているのです。なぜなら、この流れは乱れていて、自分で制御できないと感じているからです。この流れは、実は彼らの地球上での自然な流れであり、それが彼らの感情、本能、情熱なのです。そして彼らは自分の本来の在り方を受け入れるということをまだ学んでいないのです。人々の中には地球人としての性質に対する大きな欠乏感があったり、地球での生命の流れに疑念を抱いている人もいます。彼らが私という存在が人類に対してどのような存在となり得るのかという根源的な部分を探求していないことが、そのような不信感につながっているのです。私はあなたと一緒にダンスすることをこれまでずっと待っていました。ですが、ほとんどの人は私から遠ざかっており、私とは切り離された人生を歩もうとしています。彼らはハートからではなく頭で考え、
そのエネルギーを使って人生のマスターになりたがっているのです。そして、あらゆるものに浸透している生命の流れに、人々が集団として大規模に背を向けているために、地球上の物事はうまくいっていませんでした。人間は自然との間に格差を生み出し、植物や動物などの自然界を大きく破壊してきました。さらに人間自身の内面も荒廃しています。人々は地球の力とのつながりを自分で見出せなくなると落ち込み、心が不安定になるのです。なぜこんなことを言うのでしょうか？なぜなら、今ここにいるあなた方は、地球との関係の重要性を認識しており、また、私に意識があること、私が単なる地球という物質ではないということを理解しているからです。人々が私とつながり、そのエネルギーが内側から溢れ出し、自分自身の創造性、自信、人生への委ねが生まれた時、ようやく私は自分の使命を果たすことができるのです。そうして初めて、私はその人たちを育て、サポートし、人間と地球との間のダンスがついに実現し、形作られることになるのです。あなた方は本質的に新しいエネルギーや地球と人類の新しい一体感、そして新しい意識を形成するためのチャンネルなのです。その際には自分の資質をよく自覚していてください。しかし、時には自分を疑うあまりにチャンネルを部分的に遮断してしまうことがあります。これは、すでにこのプロセスがかなり進んでいる場合でも同じです。しかし、完璧であることは義務ではありません。そして、今、意識的に私のハートとつながるようにしてください。あなたの足元から私の中心に向かってコードが伸びていき、私とつながっているところを想像してください。あなたがいかに私に支えられているか、そしてあなたがこの人生に身を委ね、私を信頼することを私がいかに促しているかを感じてください。人間のルールや基準がある社会での生活、つまり子供の頃に刷り込まれた多くの恐れの中での生活は、あなたの中に恐怖心をかきたて、あなたの頭の中と人生そのものとの間にある種のギャップを作ってしまったのです。そのため、自分の心や感情、直感に身を委ねることはとても難しいことなのです。ですが、それは可能です。ひとたびあなたが意識的に私とつながれば、私はあなたを助けることができます。そうすれば、私のエネルギーがあなたの足元のコードを通って流れていくのを感じることができるはずです。大きな川に自分が仰向けに浮かんでいるところを想像してみてください。そして自分自身を漂わせ、自分自身を穏やかな気持ちにさせてください。それをリアルに想像してみてください。その大きな川を漂いながら、空を見上げ、周りの自然の音を聞き、それを感じていてください。私がどのようにあなたを運んでいるかを感じ、頭の中の思考を手放してください。そして、下腹部を意識してください。直感には、何が真実であるかという、本質的な感覚が宿っています。考える前に、瞬時に何かを知ったり、感じたりできるのは、直感からのものです。それこそが、あなたが求めるレベルであり、あなたを自由にするものなのです。考えずに、感じることです。
お腹の中のその場所に静かにつながっていてください。息を吸いながら自分というチャンネルがどのように開いていくかを感じてください。純粋さ、静寂、沈黙の中で地球上での自分の貢献とは何か、また人類と自然に対して何を与えなければならないかを感じてください。あなただけのギフトのエネルギーを感じ、そのエネルギーを信頼し、それに伴う感覚を信頼することです。あなたは、あなたの魂と、そして私の魂とをつなぐための、この流れをもたらすためにここにやってきたのです。私はあなたの魂の声とインスピレーションを受け取り、あなたは私のサポートと栄養を受け取り、そうすることで強さと安心の基盤を築くことができるのです。これが私があなたのために望んでいることです。今ここにあなたがいることに心から感謝します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。